多少高さを持たせてみたんですけど、単純にボンドとボンドだけか、木工用ボンドだけで1日寝かせてくっつけただけなので、右に左に曲がってて手作りって感じなんですけどね。前よりは若干高さが上に伸びて、でもおもちくんは上に上がれないかな、これな。どうなんだろう。あ、きなこが上がりました。おもちくん上に上がれるのかな。おお、乗ったね。お、いけるね。おもちくんもだん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 学習するようになってきて、高いとこ登れるようになってきたね。ぴょん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 と跳ねてる。二人ともちゃんとポージングしてるね。いい運動になるね、これね。よかった、お父さん、これ作って。もうちょっと上に伸ばそうか、これ。ね。ちょっと高さも出せてさ。ね。どんどん高くしよっか。これ材料みんな、100均なんで、これも、なんだっけ、これ。キッチンで使うようなものだったかな。これ板切れ。そうだ、これもそうだもんな。これも適当に切ってボンドでくっつけただけ。うん。また今日この棒7、8本買ってこようか。ね。上伸ばしてあげるよ。お、きなこ美容室入っちゃった。ああ、ワオだよ、きなこ。ワー美容室、きなこ。おもちくん上上がりたいね。ね。うん。おもちくんどうやって上上がる？おもちくんが上に上がってく用途がないんだよな。そうなるとこういうところに、こういうところにはしごをかけた方がいいのかね。おもちくん、きなこちゃん上上がってったよ。どうする？ガラス切ってるね。カーテンかね、あれね。おもちくんにはなかなか難しいかな。おもちくん、これは階段あるよ、おもちくん。おもちくんが簡単にポン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 上に上がっていけるような風に工夫しなきゃダメなんだね、おもちくん。ね。ああ、きなこ驚いてこの上行っちゃったよ。飛んであっち行っちゃったよ、きなこ。おもちくん。